皆の衆、いい根性ではないか。勇気のある若者は嫌いじゃないぞ。いつからここにいるのだ？これが初めてではなかったのか。それは興味深い。もうすぐだ。荷物を準備しろ。降りるときは足元に気をつけて。ミロ、あそこに何かあるぞ。あれは。みんな、近づいてみるぞ。なんと、この地で相まみえようとは。これって盆栽だよな。渋いお盆だけど、中身はあまり手入れされてなさそうだ。これは我が一族に代々伝わる盆栽であった。以前天領奉行の倉庫で見たが、その時は当の昔に枯れた植物だけが植わっていた。もう枯れていたのに、どうしてお盆に残されていたんですか？きっと盆栽の中に秘密があるという。盆栽の底には拙者の一族の古き秘密に関する手紙があったのでござる。手紙を読み終えた後は盆栽を倉庫に残していったのだが、誰が植物を片付け、そしてなぜここに置いたのか。つまりご先祖様が残した骨董品なんだろう。何もなして置いてあるだけなんてちょっともったいないぜ。そうだ、カズハ、これで何か作ってみねえか。うむ、なぜここに現れたのかはまだわからぬが、試してみる価値はある。うわぁ、やっぱりそう単純じゃないよな。え、そういえばみんないるのにカズハだけがいないのか。おーい、カズハ、大丈夫か。返事がないみたいだな。この配置、まるで豪邸のような感じですね。もしかするとここは危険な迷宮。面白い。ここの秘密、皇女の名において解き明かしてみせる。
らこれはカズハの父ちゃんが書いた手紙みたいだな。あいつの一族は代々盆栽を育てる習慣があったんだ。それにしてもカズハの父ちゃんのノートが見られるなんて、いざ。カズハが旅の途中で書いた手紙みてえだ。とても悲しい手紙でした。行こう。いざ。命捨てに剣女万弱。痛がっちゃいない。風の行く先を雲が借りなく。やめて。どの目が出るかしら。ここです。私が大物が強い。
れたようだ。逃がすか。ここまで。はあ、やはりダメだ。失礼、神里流やはりダメだ。風を知れ。行こう。いざ。Thank you.
属世に身を置きながら山水に思いを馳せる。我が楓原家はこうして代々受け継がれてきた。この家もいずれそなたに託すのだ、カズハ。その時が来たら初心を忘れるでないぞ。誰か年寄りが我が楓原家はって言ってたぜ。口ぶりからして彼のおじいさんかもしれません。それた風の行く先を。いざ。それ。カズハ、よく聞きなさい。楓原家の刀は人を傷つけるために作られたのではない。行こう。それ。し。父上、何を作っているのでござるか。これは異国の見聞を記録する築山だ。後ほどこれを盆栽に入れておく。ここ数年は責務で忙しく、孫のそばにいてやれる時間もなかった。カズハは拙者の真似などせず、長じて後は己の目で世界を見ることにより時間をかけてくれればいいのだが。もう一人の声はカズハ殿のお父上でしょうか。ほう、なるほど。すべてはカズハ殿の思い出ということね。ここにいたのか。うむ、皆こそ今までいずこに。ここは迷宮なんだ。オイラたち全員この迷宮に閉じ込められてたんだけど。拙者はずっとこの部屋にいたが、出ることができなかったのでござる。それにここは子供の頃住んでいた屋敷の寝室によく似ている。ここはお前の家だろ。なのになんでお前が閉じ込められるんだ。どうやらこの迷宮全体はうちの屋敷をモチーフに作られたようでござる。迷宮、拙者を中に入れたくない。ふむ、確かに探索に参加できないのは拙者のみであるな。この不思議な建物は元凶のはずだと思いますよ。今のカズハさんの話からすると、これはカズハさんの経験をもとに作られたものです。なぜカズハ殿だけが拒絶されたの。おそらくこの状況は拙者自身によるものかもしれぬ。拙者にとって過去などもう過ぎたこと。天地万物にはそれぞれの法則がある。人は過去の道を歩むことはできないのでござる。このような考えを持つゆえに元凶は拙者を入れてくれないのであろう。なんとなくわかるぜ。前向きな考えだな。考えは相応の結果に結びつく。とにかく拙者は気にしておらぬから心配せずともよい。ふむ、先ほどは盆栽に触れたことでこの空間に入った。そうであったな。ならば。
の山丸ごと変わっちまったぜ。待ってくれ。みんな、一つ考えがあるのだが、この元凶の変化は盆栽と関連があるのではないだろう。この時期のお盆はもともと曽祖父の収集品だったと父から聞いたことがある。曽祖父は盆栽や盆景が好きで、よく庭で手入れをしていたと聞いた。その後、例の一件が起き、祖父は一家を再興する方法を探して故郷を後にしたのだ。曽祖父は祖父が盆栽に興味がないことを知っていた。曽祖父は最後の時、丁寧に手入れした盆栽のほとんどを他人に譲り。それって秘密の書かれたあの手紙を残す。さよう。それに一種の記念でもあったのだろう。祖父が駆けつけた時には曽祖父はすでに亡き人となっていた。最後を見届けることすらできなかったのでござる。それから祖父はよく盆景の前で呆然と立ちすくんでいることが多くなった。それをきっかけに祖父も盆景を作るようになったのでござる。しかし曽祖父とは違い、祖父が好んだのはお盆に草木ではなく石を配置する盆景であった。祖父の影響を受けてか、父もその趣味を受け継いだ。当時屋敷の庭にはいろいろな盆景が置かれていたでござる。この時期のお盆も家宝として拙者に受け継がれたもの、それがここに現れ、さらに元凶の入り口となった。偶然とは思えぬ。まるで拙者に心残りを埋める機会を与えてくれているようでござる。拙者は稲妻の出身で、拙者の家系楓原家は世が世なら名門士族とも言える一族であった。しかし雷電五花伝の一件で楓原家は衰退の一途をたどった。拙者の代にはもう没落していたのでござる。その後指名手配された拙者は稲妻から逃げ出した。誰もいなくなり、楓原家に残されたものはこの屋敷のみであったが、この盆栽も屋敷にあった他のものと共に幕府に押収されてしまった。叶うなら拙者も先祖のように家宝の器でこれまで巡ってきた名山昇仙の盆景を作ってみたいと思っていた。このお盆の上にあるものが元凶に影響を与えるのであれば、少し手細工をしてみたいのでござる。ふむ。曽祖父の好んだ植物の盆景にするか、それとも祖父や父が好きだった山石系の盆景にするか。やはり山石の方が拙者に合っているようでござる。盆景を作るためには何が必要なんだ？ふむ。道具と装飾用に加工できるような石があるとよかろう。わかった。運に任せてやってみろよ。盆景はここにあるんだし、それに関係するものだってそんなに離れたところにはないはずだ。確かにそうね。カズハ殿、心ゆくまで探すといいわ。私も進化を率いてあなたに同行し、失われ…皆、かたじけない。